イスラエル国防軍、イスラエル国防軍、イスラエル国防軍は、イスラエルの保有する軍隊である。陸軍、陸軍指揮本部、海軍、イスラエル海軍、空軍、イスラエル航空宇宙軍の三軍と、核軍管区によ構成される。3軍と、軍管区の司令官は、少々が当てられる。イスラエル国内では、一般的に、頭文字を取って、ザハルと呼ばれる。 英語表記の頭文字を取って IDF と表記されることも多い。1948年に設立された IDF は中東戦争など5度にわたる大規模な戦争と秘密作戦を含む多数の特殊作戦や航空爆撃任務を経験している。ガザ地区やレバノンなどとの国境地帯や占領地、国内でも対テロリズム、対反乱作戦で 向上的な警戒体制にあり、世界で最も自、戦なれした連度の高い軍隊の一つだと評価されている。2004年8月時点では10万7500人の徴収兵を含む16万8000人の人員を有している。このうち陸軍は12万5000人、海軍は8000人、空軍は3万5000人で構成されている。この他に40万8000人の予備役がおり、 総動員時の兵力は57万6千人に達する。士官は一般兵の中から優秀な者を選抜して士官学校で育成する方式が取られている。イスラエルでは女性にも兵役義務があることなどから全国民に兵役義務があると誤解されている例もあるが実際には兵役義務を持つのはイスラエル在住のユダヤ人、ユダヤ教徒と イスラム教ドゥルーズ派の教徒のみである。キリスト教徒やその他のムスリムなどは、兵役義務を有しない、志願することは可能。また、ユダヤ教徒やドゥルーズ派教徒であれば、イスラエルの国籍を有していなくても、イスラエルに在住しているだけで、兵役義務が発生することも特徴的である。自らの信条、平和主義などに基づいて、兵役を拒否する権利、良心的兵役拒否は、 イスラエルの法律で認められているが、実際に審査によって許可される例は少ないとされる。良心的兵役拒否が認められずに兵役を拒否した場合、1から4週間程度の禁錮刑となる例が一般的であるとされる。イスラエル国防軍は第一次中東戦争の最中、1948年5月26日に設立された。独立前から、 ユダヤ人コミュニティの防衛を担っていた自主防衛組織、ハガナー、特にその常備部隊、パルマッハが基盤となった。さらに、第二次世界大戦を英国指揮下で戦ったユダヤ旅団の出身者の多くも参加している。地下組織エツェル及びレヒは国防軍との協力を約束したが、自身の独立性は1948年の第一次、中東戦争終結まで保持していた。 戦後に、これらの地下組織の構成員は国防軍に参加している。1949年から1956年にかけてイスラエル国防軍はアラブ諸国との戦争を通して近代化と効率化を推し進めた。その後の10年間は少数精鋭主義の職業軍化を目指すとともに核兵器開発にも力を入れた。第4次。 1973年後の1978年、西方の大きな脅威であったエジプトとアワヘイを実現したが、イゴムレバノン侵攻など、大小の戦争、紛争を経験している。イスラエル国防軍は、世界でも有数の戦争遂行能力を保持していると評価されている。装備品には、M4 カービン銃、回 -15 戦闘機、回 -16 戦闘機、 R-64 攻撃ヘリコプターなど、アメリカ合衆国から供与、購入した製品が多く使用される。イスラエルは、アメリカ合衆国から毎年20億ドル相当の軍事援助を受けており、その多くは、アメリカ製の軍事装備を購入することに費やされる。兵器の実戦モニターとしても知られており、海 -15 や F-16 など同軍で、ウイジンを経験。 改良に生かされたものも多い。これらとは別に、イスラエル独自に開発及び製造した兵器も多く存在する。初国産にもかかわらず独特の設計コンセプトで優秀さを示した主力戦車、メルカバシリーズが有名であるほか、クフィル戦闘機、ガリルアサルトライフル、ウジサブマシンガンなどは輸出の上でも成功を収めた。また、タングステン合金単体弾頭のアプフスズ、 戦車砲弾やオスなど世界に先駆けて実用化された軍事技術も多い。また、さほど人口が多いわけではないイスラエルでは人的資源の損耗を防ぐために無人兵器を積極的に研究している。イスラエル軍が持つ兵器の中で有名なものは消火器、戦車及び装甲兵員輸送車、APC、戦闘機などである。その他にはアメリカとの共同や 資金協力で開発した対弾道ミサイル、地対地、ロケット弾防衛ミサイル、アローやアイアンドーム、偵察衛星なども保有している。核兵器をはじめとする大量破壊兵器の開発及び保有が報道されているが、政府が公式にこれを認めたことはない。核兵器の保有について参照。イスラエル国防軍の機構師団の歴史は、各国から中古やスクラップで入手した。 M4 シャーマン戦車の再生、改良に始まっており、スーパーシャーマン参照。そうした経緯からか、同軍の軍用車両の改良や使い回しのうまさは、よく知られている。海外から導入した車両にも、イスラエル周辺地域での戦闘に特化した、独自の改良や装備を施す。すでに2 0 0 9となった戦車のアップグレード、退役した戦車の APC や、支援車両への転用。 アラブ側から露角した車両の改良、転用、旧ソ連製戦車を自国軍に編入した、チランなどといった多くの精霊がある。また限られた戦力を有効活用するため、メンテナンスや点検を頻繁に行い稼働率を上げる、努力が払われており、長距離移動にはトランスポーターや乗員輸送バスなどが活用されている。同軍は敵戦車の射程外からの 遠距離射撃による撃破を主な戦術として採用している。以前はそれを反映して、戦車砲の威力や射撃能力の向上に対して、装甲防御力を軽視する傾向が見られたが、第四次中東戦争にて、エジプト軍、シリア軍の対戦車ミサイルや RPG-7 により甚大な被害を受けて、以降は一転して、装甲防御力の強化が図られた。 乗員の生存性を第一に考えた独自の設計で知られる国産戦車メルカバや爆発反応装甲、エラや中空装甲、スペースドアーマー、アクティブ防護システム、APS などの開発、導入が積極的進められている。車体は原則としてシナイグレーと呼ばれる単色塗装で当初はややオード色かかったグレーだったが1970年頃からは オリーブドラブに近い色に切り替えられている。すべての車体には固有の車両番号が記されており、近年は番号をプレスしたプレートにすることで、激破炎上した車両でも確認可能なように配慮されている。世界のメディアの多くはイスラエルが核兵器を保有していることを有力視している。核兵器は1960年代からネゲブ核開発センターにおいて開発が始まり、 最初の実戦配備は、第三次中東戦争中に、当時の首相、レビエシコルの命令により行われたと報道されている。1973年の第四次中東戦争においては、海戦当初の劣勢を懸念して13個の20キロトン核爆弾が配備されたとされるが、この当時は、当社手段がなく、核地雷として、自国領土内で進行側気候部隊を目標に、 使用される予定であったという。イスラエルは核拡散防止条約 NPT への加盟を拒否し続けているが、周囲のアラブ諸国すべてが加盟している NPT 体制の崩壊は望んでいない。人口が圧倒的に少ないイスラエルにとって、核兵器はアラブ人営との全面対決においては切り札となるが、その一方で保有を認めた場合には、アラブ諸国の核兵器開発、 あるいは NPT 脱退の理由となってしまう。そのために曖昧戦略と呼ばれる、保有を認めも否定もしない方針を取っている。イスラエル国防軍が保有する、核兵器の種類及びその数については、複数の説が存在する。全米科学者連盟では100から200個の核弾頭が存在し、航空機 A-4 スカイホーク、海 -4 ファントム E 及び弾道ミサイル、ランス、 ジェリコーミサイルによって運用されるとしている。ジェリコー E ミサイルは1500から 4000km の射程を有しており、ロシアの一部、イラン、リビアを射程に収めている。さらに、イスラエル海軍の保有する3隻のドルフィン級潜水艦が、巨大発射艦から発射される方式の核装備、巡航ミサイルを搭載しているとの憶測が飛び交った。 このミサイルは 1500km の射程を持つとされ、2000年5月にスリランカ沖で発射テストが行われたと言われている。これは、同潜水艦外上に大口径の魚雷発射艦、基地の西側諸国のいかなる魚雷にも大きいを持つことから生じた憶測であると思われるが、一部の軍事アナリストは潜水艦のロジックからしてそうした運用は不可能であると否定しており、 前述の発射テストの具体的な証拠も示されていない。前述の通り、イスラエル政府は公式に核兵器保有を認めたことはない。しかし1986年、同国の元核技術者、モルデハイバヌヌにより、イスラエルの核開発計画の詳細が英国に手公にされた。バヌヌは、その後イスラエル情報特務長、モサドに拘束され、 イスラエルで反逆罪の有罪判決を受け服役。2004年に釈放された後、イスラエルで監視下にありながら生存している。この暴露事件自体、非公式な形で核保有を公にして、周辺アラブ諸国に対する核抑止力を発揮させる目的で、イスラエル当局が仕組んだものであるとする意見もある。2007年には、首相エフード・オルメルトが、 ドイツのテレビ局とのインタビューにおいて、核保有を一度認め、直後に撤回する陳事が起きている。また2008年5月、在任中にキャンプデイビッド合意締結など同国と、エジプトとの和平に尽力した元米大統領、ジミー・カーターが、イギリスでの記者会見で、イスラエルの150発以上の核保有を認める言を行ったと報じられている。核兵器廃絶路線に舵を切った。 米国のバラク・オバマ政権は国務省のローズゴット・ミューラー次官報を通して2009年5月にイスラエルへ核拡散防止条約加盟を呼びかけたがイスラエルはこの提案を拒否した。これは在職中の米国高官が公にイスラエルの核保有に言及した初めての例である。イスラエル国防軍は県軍当初から宗教との分離を誇ってきた。しかし、 英国放送協会 BBC の取材リポートによると、ここ近年はユダヤ教の聖職者であるラビが兵士たちに影響を与えているとイスラエル国内外で懸念されている。イスラエル国防軍の従軍ラビは国防軍の新規則により軍部隊の指揮官と連携して兵の士気を高める行為も担っている。従軍ラビは軍の士官学校において軍事教練のほか ユダヤ人国家の兵士の精神を守ることを教えられ、いざとなれば、一般の兵士と共に戦闘に参加する。これについて、聖職者であるラビと軍隊を一緒にすることに批判も、ある。2008年末から始まったガザ戦争では、この戦いは、神のための戦いであると書かれた冊子や旧約聖書が配られたと、ガザ戦争に従軍した、退役将校ガルイナブが証言している。 エイナブによれば、戦闘前には民間のラビと従軍ラビが同行し、まるで自分が十字軍の一員になったかのようで違和感を覚えたという。ガザ戦争では従軍ラビは数多くの宗教的な冊子を配った。冊子にはイスラエルは光の子供、パレスチナ人は暗黒の子供などと記され、パレスチナ人をペリシテ人になぞらえるものもあ。イスラエル軍は 殺死と軍のスタンスは関係はなく、従軍ラビも任務にのみ専念しているとしている。しかし、殺死には軍のスタンプが押され、退役兵士の NPO 団体、沈黙を破ってによれば、ガザ戦争中、従軍ラビは兵士に対して残酷になれ。残酷になることは、必ずしも悪いことではないと説く者も,もいれば、今度の戦争の敵は、パレスチナ人だけではなく、 イラン人やイスラエル国内に住むアラブ人も敵だと教える従軍ラビもいたと主張している。こうしたラビの教えに影響を受けたイスラエル兵が任務地であるヨルガンガー西岸地区においてパレスチナ住民に対する人権侵害を行ったりガザ戦争における過剰な武力行使につながりしたと見方もある。イスラエル陸軍の元教育担当将校だったネヘミア・ダガンは この事態を放置すれば、イスラエル国防軍が神の軍隊になってしまい、戦場にラビが行けば、その戦争はイスラーム過激派が掲げるジハードと同じになってしまうとしている。また、ヨルダンが西岸やガザ地区を神から与えられた土地だと、神学校で教えられている、ユダヤ共生党派の兵士たちが、もし政府が西岸入植地からの撤退を決断した際に、 その命令に従うのかという題もある。ガザ戦争でのイスラエル兵の指揮工場に積極的な役割を果たしたのは当時従軍ラビ、総長であったアビハイロンツキである。ガザ戦争の折、ロンツキは戦時の合間に兵士や士官たちにトーラーを非学習させるための教科書を作った。批判的な立場の人々からは前述のように、 これでは、イスラム過激派が毎日クアーンを暗記するほど、熱心に学んで、ジハードを遂行していることとなんだ違いがないなどの、胸の指摘がある。クネセとイスラエル国会は2018年7月、イスラエルをユダヤ人国家と規定する、ユダヤ国民国家法を制定した。これに反発したドゥルーズ派将兵が、軍籍や任務の放棄を表明する動きが起きてる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。